3月14日土曜日、横浜のみなとみらいホールにおいてグランプリコンサートと題するジョイントコンサートが行われました。出演したのはかつてピティナピアノコンペティション特級グランプリを受賞された田村響さん、関本翔平さんのお二人と2008年グランプリの佐藤恵奈さんです。ロン・ティボーやショパンといった国際コンクールなどで優れた実績を重ねつつ成長を続けているお二人と今後の活動に期待が寄せられている佐藤さん、実力派の若手3人が一堂に会する貴重な演奏会となりました。楽しめたんじゃないかっていう部分が半分と、まあ今の精一杯だったんだろうなっていう半分と、でもすごく有意義な時間を過ごすことができました。だんだんこういい意味で肝が据わってきたっていうか、もう自分次第なので全てなので鍛えられてるんじゃないかと思います。本当に毎回こう、まあ、その自分の体調とか、まあ、そういうことを関係なしに、まあ、ベストを尽くすっていうことだけを心がけているので、今日という一日しかないですから、その中でこう楽しんでいただけたらいいなっていうのを思いますけど、何年かの間でいろんなこともまたいいことも、まあ、残念なこともあったにしても、その中でこう日々成長してこれたのかなっていうのは思いますけども、本当にグランプリっていうものも一つの大きいポイントだったかなっていうのは思いますね。今日弾いた曲は、スケルツォ2番と、ラフマニノフ2番のソナタで、どっちも特級を受けた時に使った曲なんですけども、5年経ってやるとなると、まあ難しいっていうのは変わらなかったですけども、こうもう少し離れた目で、客観的に見れるようになって、こう前より自由になったとは思うんです。前とは違うラフマニノフの2番に、これからなりそうだなっていう感じはします。はい。